続いて実際にこう就業規則のところにお話を移っていこうと思います。はい、就業規則ですね、就業規則の相談が最近非常に増えておりまして、でその中でよく、トラブルになるのがですね、まずこれから創業される方はもちろん就業規則作ってないので、どのようにして作っていいのかわからないかっていう、わからないっていうご相談が多いのと、あと、一旦作ってみた。就業規則を作ってみたんですけども、これが、法律の違反になってるような内容、法律に全然満たさないような内容で作ってらっしゃる。まあ、お知り合いの方に聞いたのか、あとよくあるのが、同じような業態のお知り合いの方、作ってらっしゃる方、まんまコピーしてしまってる。っていうのがよくあるんですね。それはなんだかトラブルの匂いがしますね。おっしゃる通りでですね、同じような業態業種だったら、ほとんどうちで使っても問題ないだろうとお考えの方いらっしゃるんですけど、やはりそのそれぞれの事業者様で状況は異なりますので、まるまるコピーしたものを使ってしまうと、実際には労働時間が違ってたり、給与体系がもちろん違ってたりとか、そういうことがあると、いや、これはこの内容の通りの給与もらってませんよとか、この労働時間でうちは働いてませんよっていうことは、よくあることなんですね。あともう一つあるのが、もう10年以上前に就業規則作って全然見直してないとかですね、そういうことがあります。私が経験した中でですね、2、3年前の話なんですけど、昭和53年に作ったもの、はい、作ったけども、それから全く見直しをされてないっていう事業様がございまして、もちろんもう40年近く前の就業規則なので、今の法律には全く当てはまらなかったんですが、その中で驚いたのが、雷病患者の方は採用しないっていうことが書いてあったんですね。雷病ってハンセン病ですよね。すごい差別の歴史が残ってるんですね。それが残ったのはびっくりしました。もうこれは人権問題だよなと思いながら。いやーね、事業主さんもわざとじゃないとはいえ、なんていうか、その軽んじているからこそ出てきてしまうというか、大変なことですね。そうですね、もう労働基準法を超えて、もう人権の問題になってくると大変なことになりますので、すぐ見直しましたけど。平田さん、この常時10人以上の従業員を使用する使用者はとあるんですけれど、私が不勉強で、個人事業主で雇える従業員数って条件ありましたっけ？上限は特にないですよ。それでは個人事業主でも10人、20人っていうふうに人を雇っていく場合は、このモデルの就業規則必要になってくるっていうことですか？そうですね。法人でも個人事業主でも、どちらでも常時10人以上の従業員を、雇用する、使用する使用者の方は、就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署に届けなければならないということになってまして、で、今なぜ私がここで厚生労働省のモデル就業規則のところを表示しているかといいますと、今お話ししたそのトラブルになっているものですね。同じ業態の知り合いからコピーして使っているとか、法律よく知らずに自分で作ってしまったとか、そういう方が非常に多くてですね、この厚生労働省のホームページにはひな型があるんですよ。このモデル就業規則というものがあって、やはり厚生労働省が作ってますから、その法律の部分は基本的にはもう全部満たした状態で、法律にのっとった形で作ってられたものなんですね。なので、こちらを私は参考にしていただきたいと思ってるんです。確かに安心ですね。ただ、それでも、ただこれあくまでモデルひな型なので、各事業所のですね、労働条件によっては、やっぱりその始業、就業の時刻とか休みの部分直さないといけないとか、そういった部分はあるので、これをまたそのまま使っていただくのもまた問題はあるんですけども、少なくともちょっと法違反にはなりにくいのかな。で、一番参考にしていただきたいということで、こちらで示させていただいているんですね。結構よろず支援拠点さんに相談される方も、こちら就業規則作らなきゃいけないって時にこういうのを使われたりするんですか？
そうですね、やはりまず一番ひな型として私は適しているのがこの厚生労働省のモデル就業規則だと思いますので、まずはこちらで示させていただいて、ご相談対応させていただいています。ありがとうございます。次で実際にその画面を見れるような感じですかね。まあ、これはあくまでモデル就業規則の例の部分なんですけども、まあ、法改正も頻繁に行われているということもありまして、一つ前に戻ると今このモデル就業規則が令和3年4月のものになっているんですね、はい、でやはり厚生労働省の作っているものなので、法改正が行われるごとにこのモデル就業規則も更新されるんですよ、見直されるんですね。安心ですね。あ、本当だ、70歳までになってる。最近でしたよね、これもね、割と。そうですね、今回この令和3年4月版になって一番大きな内容のが改正された部分として、まあ、定年を、今後延長していく中での、これはまだ努力義務なんですけども、はいはい、もし65歳以上に定年を、設定する場合の、まあ、規定例として、まあ掲載されているっていうところですね、うんうん、ただまあこれは今すぐじゃないので、必ず定年65歳にしなさいっていうわけじゃなくて、現行では定年60歳ですけども、希望する方は65歳まで継続して雇用してくださいっていうことになってます。でその部分についてもこのモデル就業規則の中に掲載されてます。あ、これは今回の大きな改正点ということで示しております。いやー、ひな型を頼りながらだったら少しやれそうかなっていう気が自分に置き換えるとします。これ就業規則を作成した後、あ、届け出やらないとやっぱり罰金があるんですね。そうですね、やはりその常時10人以上の労働者を、まあ、使用する段階になって、はい、まあ、作成と届け出義務が発生するんですけど、やはり従業員が10人以上になっていてもまだ作成もしてなければ届け出もしていないという事業者もまだまだあります。で、これってどういうふうに発覚するんですか、この作成してないよねっていうのって。ほとんどの場合はもう労務のトラブルですね。ああ、確かに。アルバイト、友達の大学時代のブラックバイトは特に相談みたいなところにこんな状態ですって言ったら、その後なんかいろいろ起きてましたね。ああ、そうですか。やはり10人と従業員さんが大人数になってくると、やはりさまざまな労務のトラブルが起きてきやすくなるんですね、うんうんうん、人が増えるとそうじゃないですか、うんうん、でそうやって労務トラブルが起きてきて、やはり納得いかない従業員の方が労働基準監督署とかしかるべき相談窓口に行くわけですよ。でそうすると労働基準監督署が、まあ、監督に来たりして、就業規則ありますかと見せてください、いやうち作ってないんですっていうパターンが多いと思います。いや、やっぱりトラブルからはもうそういうことが起こり得るので。いや、これ笑ってるけど、でも開業するタイミングでこういうのって注意してもらってるわけでもないですよね。こうフライヤーみたいなのが入ってるなとは思うんですけどなんていうかね、難しいですね。こうやって勉強する必要性をすごく感じますね。そうですね、やはり労働者の方が10人とか増えてくるっていう時は、やはりもう経営もだいぶ忙しくなってきてるはずなので、まず就業規則作成するのにも時間と手間かかりますから、まず手が来るのが非常に困難な状況だと思うんですよ。法律上義務はないとは、やはり最初から作っておくべきかなと私は思います。まだこう1人2人雇ってるような状態から準備をしておくと後がスムーズという意味ですか。あ、そうですね、うん、やっぱり労働者の方を雇う段階、人数が少なくても多くても労務トラブル起きるときは起きるんですよ。うん、確かに。人数多い方がトラブル起きやすいっていうだけで、1人2人でもトラブル起きたりしますし、あと最初の方でもお話ししましたけど、やはり雇用関係助成金を申請したいっていうときに就業規則がないと申請できないっていう残念なことが起きたりするので、こういったものは最初から備えておくべきだと思いますね。ああ、そうですね。
10人以上っていうところで私もちょっとこうなんていうかまだまだ自分はそんなビジネスサイズじゃないしみたいな感じで聞いていたところが少しあったんですけれど、今の平田さんのお話をお伺いして、確かに最初の状態で自分がどういう関係を従業員の人たちとどういうふうに働いてほしいかも含めて整える意味でもこの規則を作るのが良さそうだなっていうふうに今聞き始めています。やはり働く職場のルールは明確にしておかないともうトラブルが起きてしまうので、やはりトラブルが起きて労働基準監督署の監督まで行かなくても、やはり働く人と使用者の中での、まあ、揉め事ってやはり嫌ですよね。あとまあ手間もかかるし気も使うので、そういったトラブル防止するためにもルールはしっかり決めておいた方がいいですね。いやーすごく大事だなと思いますね。この就業規則に記載しなきゃいけない項目っていうのも決まってるんですよね。はい、ここにまあ絶対的必要記載事項、これが必ず載せないといけないもの、記載しないといけないものなんですけども、まあ、始業、就業の時刻、まあ、労働時間に関するところですね。あと、賃金の決定等の給与に関する、退職に関する事項ということで、最初の方でお話した労働条件通知書に記載しないといけないものと非常に似てます。そうですね。で、相対的必要記載事項というのは、もしその会社でこういったルールを定めるんだったら、必ず規定してくださいね、記載してくださいねということで、例えば一番の退職手当に関すること、退職金制度というのは法律上必ず設けないといけないものではありませんが、退職金の制度を設けている会社さんが、まあ、まだまだあり結構ありますので、そういった退職金制度があるんだったらそのルールも必ず載せてくださいねということと、やはり賞与ですね、賞与もちゃんと支払うということが決まっているんだったらこれも載せてください、記載してくださいねということになっています。この職業訓練に関する事項っていうのは、例えばこうプラスアルファ勉強するならセミナー代は出すよみたいな、そういったところとかですかね。あ、そうですね、そういったところも、まあ、掲載の事項になってきますね。例えば今回のコロナ禍みたいなケース、コロナの影響で休みにした時にお給料出さなくてもいい、保証しなくてもいいよっていうルールがあらかじめもし就業規則に入っていたら、非常事態時みたいなのが、これってどういうふうに質問するのがいいかなと思うんですけど、大手のところでアルバイトしている友人が、まるまるお給料がもらえなくなっちゃった月が1ヶ月あって、で、相手からの指示だったんですよ。これちょっと創業相談ともずれてしまいますけど、この相手からの指示で休んだのに1ヶ月間でもうお給料がもらえなかったっていうので、その子は泣き寝入りっていう風になったんですけど、少し疑問だなと思っていて。そういうことがあったんですね、うん、今このコロナ禍で非常に多いことなんですけども、やはり事業主の方が、会社の事情で労働者の方を休んでいただくっていう場合には、法律上休業補償をしないといけないっていうことになってるんですね。事業主の方が、まあ、事情があって、今この新型コロナの中ではもう非常に多いんですけど、どうしてもお店を休ませて休業しないといけないとか、従業員の方に休んでいただかないといけないってなった場合には、平均賃金の6割以上の支給をしないといけないってことになってます。いわゆる休業補償ですね。ですので、その、日高さんのお知り合いの方が、まあ、平均賃金の6割以上をもらってるのであれば、まあ、法律上は、まあ、問題はないっていうことにはなるんですけども。0円だったんですよ。あ、0円ですか。うん。そうすると、ちょっと変ですね。この休業した時の保証が必要なんですよとかっていうインプットっていうんですかね、それもやっぱりこうやって勉強することでしか事業主さんって得られないんですか。多くの場合はそのように感じますね、その事業主の方がやはり法律的な知識、特に労働に関しての知識がなかなか、なくて、今のお話のように本来だったら休業補償をしないといけないところを、まあ、休業補償を与えずに0円だったっていうことは結構あるんですね。
もうこの進めは進むほど勉強しないといけないなっていうのがすごい今回のセミナー今まででも結構なんていうんですかね厳しさを感じるなんていうんですかねやらなきゃっていうことを感じながら私も勉強しています。これは就業規則はその種類ごとに分けて作っていくんですね。その正社員だったらこう契約社員だったらこうっていうそのスライドの右側部分なんですけれど、必ず分けないといけないっていうわけではないんですね。ですけども、今多様な働き方もどんどん進められていってますので、まあ、ここに書いてある通り正社員がいて、まあ、契約社員がいて、まあ、この名称だけでは判断はしにくいんですけども、もう様々な働き方があります。で、その様々な働き方、まあ、ここの表でお話すると、まあ、正社員だったらこうですよ、契約社員だったらこうですよっていう条件、まあ、少なくとも定めておかないといけなくて、それが就業規則の中にもう全て入る。ただちゃんと区別して記載されていれば基本的には OK なんですよ。うんうんうん、ですけども正社員の方と、契約社員の方で労働条件があまりにも異なってくるっていうケースはよくあるんですね。うんうん、そうすると別々に分けておいた方が、まあ、分かりやすい。うん、で正社員の方の労働、正社員の方だけ労働条件を変更するとか、あるいは契約社員とかパートの方だけ労働条件を変更するっていうこともよくあるんですね。うんうんうん、で就業規則は変更した場合にも労働基準監督署に届け出ないといけませんから、まあ、別々にしておくとも変更もしやすい、まあ、見やすいし変更もしやすい、分かりやすいっていうことですね。うんうん、バラバラに作るのが良さそうだなと思いました。その方がいいと思います。